運転免許証での本人確認廃止、これは政府の新たな方針だそうです。マイナカード一本化を目指す動きの一環として、運転免許証や顔者真のない書類での確認は廃止すると明記されています。しかし、これに対しては世間から猛反発が起きています。マイナカードについては別人への交付や別人の顔写真が添付されたカードを渡すなどのトラブルが相次いでいます。これを防ぐために、総務省は13項目のチェックリストを全ての自治体に通知したとのこと。しかし、その対策がアナログ対応であることに対しては、SNS 上で批判的な 声がが多く上がっってていますここで問題なのはマイナーカード一本化によって運転免許証ででの本人確認ががきなくなくるる可能性があること運転免許証は強力な身分証明資産であり信用度も高いそれを廃止する必要があるのかという疑問が浮かびます私の意見としてはデジタル化を進めることは大切ですがそれがトラブルを引き起こす原因になるなら一度立ち止まって考え直すべきだと思います運転免許証での本人確認を廃止することで本当に便利な社会が実現するのかそれとも新たな混乱を生むのかしっかりと見極め るべきだと思います。